こんにちは、兄です。今日はウルトラアクションフィギュア、ウルトラマンタイガーとウルトラマントレギア、こちらを見ていきたいと思います。はい、ウルトラマンタイガー、ウルトラアクションフィギュアも動き始めました。今回発売されたのは、ウルトラマンタイガーとウルトラマントレギア。タイタスとフーマを差し置いてトレギアが発売されたっていうのがすごい面白いよね。パッケージを見ていきます。まずはタイガーから。いつもと同じようなブリスターパッケージに入っていて、決めポーズ、必殺技ポーズも再現可能と。必殺技とか覚えられないんだよね。ストリウムブラスターだったっけ？ここにポーズ決めております。で、お値段が1580円に消費税なので、1600円ちょっとで購入かな。後ろ側を見ると、全身17箇所稼働、いろいろなポーズのタイガーが載っています。トレギアも全く同じようなブリスターパッケージで、お値段も一緒ですね。1580円に消費税。決めポーズ、必殺技ポーズも再現可能と。トレギアの必殺技が、わかんねえな。なんか全然出てこないな、パッと。どうしてもこういうの覚えられないし、あと必殺技を打ってる姿っていうのもなんか頭に出てこないんだよな。決めポーズって言われても、そうね、なんか、こう腰のあたりでね、後ろ側で腕組んでるっていうイメージが強いですかね。で、後ろ側を見ると、全身17箇所稼働でいろいろなポーズのトレギアが載っております。それでは開けていって1個ずつ見ていきましょう。カッターで切っていって。このブリスターは結構あれなんだよね。薄いんだよね。パキッと折れちゃいそうな感じで。はい。あ、上も止まってるのか。ここも。で、よっと。まずはウルトラマンタイガー。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 っと。まあ、プロポーションは悪くないんだけど、ちょっと頭大きく見えるかな。後ろ側はネジ穴が開いていて、特に塗装入っておりません。で、右腕にはしっかりとタイガースパーク造形されていて、色もついてますね。はい、前に戻ってきました。で、お顔周りね、アップで見てみると、よっと。どうでしょうか。凛々しい、かっこいいお顔してますよね。ただちょっとこうエッジが立ってないっていうか、少しムニュッとした感じはしないでもないかな。まあ、でもこんなもんか。で、頭のここの部分のね、青色はこれも省略ですね。今のところ造形物でここに色が入ってるものはないような気がするんだけど、どうかな。で、後ろ側までね、しっかりと銀色塗装されていて、すごい綺麗ですね。はい。で、前に戻っていって、プロテクター部分。ここはね、どの造形物もみんなしっかり作られているっていうか、ソフビもね、がっちりと造形されていて塗装されてたよね。これも同じように、ちゃんとね、しっかりと造形塗装されております。すごいかっこいい。ただ、やっぱり半分塗装なので、ここで切れちゃうんだよね。後ろ側は、造形はしっかりしているんだけども、色入っておりません。で、肩の部分。ここはね、ソフビは銀色のベタ塗りだったんだけども、ちゃんとねこういった感じで色分けされていて、すごいいいですね。で、肘の部分の関節のところは、ここは成形色になっていて、まあ、でもね、銀色とのこの違和感はなくて、すごいいい感じにまとまってますよね。そして腕の部分は赤い成形色で、タイガースパーク、しっかりと造形塗装されております。ただね、この腕の分じゃない、手首の部分ね、稼働するので、回すとタイガースパークがね、こうぶっちぎれるっていうね、これちょっと面白いよね。はい。そして胴周り、胴の部分はグレーの成形色で、赤いところは塗装っていうよりかはタンポ印刷みたいな感じなのかな、そんな風に見えますね。で、太ももの部分、ここもグレーの成形色に赤い部分印刷みたいな感じで作られております。足元は赤い成形色で、後ろ側はね、まあちゃんとしっかりとモールドは入っているんだけども、色がついていない仕様になっております。次は可動なんですけど、首周りはボールジョイントで一周ぐるっと回すことができて、ただね、前後は全然動かないんだよね。ちょっと上向いてるっていうか、少し顎引きたいんだけど、これが難しいというか、下向かなくて、これもうちょい動かしたいね。で、腕の部、あ、ここなんかちょっと汚れてんな。結構汚れてんの。あれ？僕なんかマジック触ったかな？なんか、
すごい黒ずんでるけど、まあいいや。で、ここの部分は一周ぐるっとはちょっとね、回せなくて、こう手をね、広げながら、こういう感じで回していって、水平方向は90度まで上がります。で、この部分でロールがね、効いていて、そして肘が90度。手首はいつもと同じ仕様でぐるぐると回すことができて、2本ずつね、指を動かすことができます。胴体部分は特に可動はなくて、股関節の部分、水平方向ここまで上がって、前後は前にこれぐらい、後ろは少し下がりますね。ちょっとここひねりたいんだけど、難しいかな。この部分でロールが入ってると嬉しいんだけど、ただロール入れちゃうとね、ラインがガチャガチャになっちゃうから、まあそれもどうかなっていう感じでしょうか。そして膝が90度曲がって足首ボールジョイントになってぐりぐりと動かすことできます。ここもなんか黒いのついてんな。あれ？どうなんだろう。まあいいや。で、必殺技はね、こう、タイガーブラスターだっけ？こういう感じでやっていくんだけど、やっぱりタイガースパークが、こうね、ちぎれるというか、こういう感じになっちゃうんで、まあ、取れるけども、やや違和感あり、そして、きっちりと、ポーズ取るのは難しいね。うまく調節すればできるかなっていうところでしょうか。次はウルトラマントレギアでーす。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 っとトレギアかっこいいよね。後ろ側はタイガと同じような感じでネジ穴が開いていて、色はあんまり入ってないですね。肩の部分と頭の後ろの部分だけになります。で、前に戻っていくと、僕ね、トレギア大好きなんですよ。近くで見ていこう。はい、お顔周り。お顔はね、かなりしっかり造形塗装されていて、この丸そうな感じがいいですよね。そして胸の部分ね、ここも素晴らしいですね。とにかく色数が多いというか、水色っぽい色、銀色、そしてこれはちょっとくすんだ水色って言えばいいのかな。こことはまた違う色味になってるよね。やや紫がかったような感じな水色になっていて、そして金色。この辺の部分ね、一番内側のところとか省略されるかなと思ってたんですけども、全然そんなことなく、まあ、個人的にはここの下の部分スーッと細い線がねずっと伸びていくんだけど、そこまで入ってたらなお良かったんだけど、まあそれはしょうがないところでしょうね。あと腹筋みたいな、ここも色が確かね、ここと同じ色だったと思うんだけど、ついてたと思うんですけど、その辺も省略ですね。だけど全然ここの省略は気にならないので OK です。で、腕の部分ね、腕はちょっと背景が黒くて分かりにくくてごめんなさい。まあ、肩の部分ね、ここは柔らかい素材になっているので折れたりとかそういった心配はほとんどないですね。で、塗装されていて、ただ腕の内側の部分のね、ここと同じ水色っぽい色は省略で、あとこのベルトの部分の留め具の金色も省略になっております。ただ面積はちっちゃいので、自分でガンダムマーカーで塗れるんじゃないかな。で、後ろか、はい、後ろは色は入ってないんですけども、かなりしっかりとね、モールドは入っていて、こうメカニカルな感じなね、背中が楽しめます。そして前に戻って、太もも周り、ここはね結構びっくりしたっていうか、外側のここをね、ちょっと分かりにくいんですけど、濃い青、紺色みたいな色がねこうついていて、まあ、黒くなってても分かりゃしないところなんだけど、ちゃんとねこういったところをしっかりとこう色がついてるのは嬉しいですね。で、ただ残念なのは、ここの部分のベルトみたいなところ、留め具の造形がないんだよね。確かここも留め具みたいなのがあったと思うんですけども、今回は省略されていて、しっかりとねここら辺全部作られているのに、なぜここだけ省略なのかが分かんないかな。で、膝から下、ここはもう全く塗装はないんだけど、本当はこの太ももと同じように内側が水色、外側が紺色、あと膝小僧もなんか色がついてたような気がします。で、足、この足の形がねたまらない。もうここしっかり造形してくれて嬉しいよね。トレギアってちょっとこうね、
道化師というかピエロみたいな感じな雰囲気があって、そういったところがねこの足の部分に集約されているっていうか、この尖った足先もう最高に僕好きで、これをねちゃんと造形してくれてるのが嬉しいです。可動に関してはタイガと基本一緒なんですけども、頭一周ぐるっと回すのは難しいです。背びれのここの出っ張ってる部分が当たっちゃうんだよね。まあでもこれだけ左右触れるので問題はないんじゃないかな。前後に関してはほとんど動かないんですけども、タイガよりもちょっとだけ、ほんのちょっとだけ動くっていうところかな。そして腕回り一周ぐるっと回すことができて、水平方向はここまで上がります。で肘が90度曲がって、この二の腕の部分でロールが効いております。手首一周ぐるっと回せて2本ずつね指動かすことができます。腰回りは特に可動はなく、股関節回り水平方向ここまで上がって、前後は前これぐらい、後ろはほんのちょっとだけ下がるような感じですね。膝の部分がよっと90度ぐらい曲がって、足首ボールジョイントでグリグリと動かすことができます。はい、ウルトラアクションフィギュア、ウルトラマンタイガとウルトラマントレギアを見ていたんですけども、いかがだったでしょうか。いやもうトレギアが最高すぎて、遊んでいてめちゃくちゃ楽しいね。でちょっと造形が緩かったりとか可動がきつかったりっていうところあるんだけども、このシリーズボーイズトイですし、1600いくらでねここまで遊べれば十分でしょう。でタイガに関しては SH フィギュアーズの発売が決まっていて、12月だっけ、でお値段も3000ぐらいのお休め設定なので、しっかりとした造形稼働のものが欲しいっていう人はそこまで待ってもいいと思います。トレギアもフィギュアーズ発売されると思うんだけど、これはだいぶ先になると思うんだよね。だからまあ1600円ちょっとでここまでのねものが手に入るっていうことを考えれば、トレギア好きな人はもう迷うことはないんじゃないかな。できっとこの後タイタスフーマも発売されるので、やっぱりねどのシリーズでもトライスクワットは3人並べたいよね。発売されたらすぐにね動画の方を作ってまた紹介したいと思いますので、気になる方はまた遊びに来てください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。ゲセコタイガ、気になるお答えよ、まず見られ、ゴーゴー迷子。